助けてください! ほらほら! おい! あ! 来てくれたんですね! バイトヒーロー.comの方ですよね? なんだかよく… やってやるぜ! これの番ね やめんなよ。逃げろよ。やめんな。来てみろ。よし。やるならいいよ。またいい女になっちゃった。 ありがとうございました。さすがバイトヒーロードットコムさん。だからその、お待たせしました。<笑>確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。あ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロードットコムの何か。死ね。ジャスティン。やっちゃうよ。 正義が怖いのか。なめんなよ。見てなさい。これのもんだな。なめないでくれ。元気出た。こいつだ。してみろ。とっておき。こんなもんか。なめんなよ。行くぜ。 いや、こいつ来いよな。よし、楽勝だ。強くなったな。だからそうだし。 株式ちなみにでヒーロー困っている人称、まあざっくり言う簡単なおつか、実は悪党先ほど一日。なるほど。そのよ、まさにペーパー。あのバイト、はい、その悪党現状。この町はどん底の町、一人で。だからあなたはバイト、もちろんいかがで。わかった。おお、春日さん。 それでは、バイトヒーロー。
私には人には言えない秘密がある。妻であり教師という聖職者でありながら禁断の肉欲にまみれたみだらな女。合鍵を渡したあの人が来たようね。さあ今日はどんな授業になるかしら。やっぱ映画館って眠くなるわ。眠たかった。よし、寝ずにいられたね。今日は古文の授業よ。私のここ、古い言葉でなんて言うのだったかしら。答えられるかしら。次は世界史の。なんか急に眠気が。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。私の授業を受けに来るのは誰かしら。面白かったな。奢ってもらって悪いけど、
ありがとね。ってあれサメじゃん。まあなんとかなるっしょなあヒロミ。おってヒロミ食われてんじゃん。やっぱ映画館って眠くなる。にいられたね。やっべえ、たかしとゆうこが食われちまった。ここはクラブで鍛えた俺のダンスで切り抜けるぜ。なんか急に眠気が。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。
なんとかサメから逃げ切れたぜ。でもみんなと楽しいひと夏を過ごすはずが、とんでもないことになっちゃったな。で、あれ、おかしいな。前からなんか見覚えある背びが。面白かったな。悪くないんじゃない？おう、今日はありがとう。寝ちまうかと思ったぜ。よし、寝ずにいられたな。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。最後まで追いしてられたぜ。面白かったな。悪くないんじゃない？おう、今日はありがとう。
まうかと思ったぜ。よし。なんか急に眠気が。面白かったな。最後ここまで起きてられたぜ。面白かったな。悪くないんじゃない？今日はありがとしまうかと思ったぜ。よし。なんか急に眠気が。
面白かったな。ようやくラストシーンだな。面白かったな。まあまあだな。おう、またよろしくな。分かった。Let's go.
強くなった気がするぜ。すまん、早めに頼むよ。ああ、分かった。骨が折れそうだな。完了。
片付けるかね。 許さないぞ。ビビってんのか。よし、行くぞ。ザコ、見せてやるよ。なめんなよ。
頼むな。じゃあ来い。ほら来いよ。かかってこい。逃げるなら今のうちだ。おおやめんな。とっておき。怖いの。やめんな。俺の番か。なめないで頼むな。ほら来いよ。殺されたいらしいね。ほら来いよ。行くぜ。こっち来いよな。じゃあ来てみろ。おやっしゃんは私暇だ。じゃあはい、じゃあいいじゃん。絶対負けない。逃げるなら今のうちだ。ほら殺されたいらしい。なめないでくれ。これでまた俺の番だな。番巻こうだよ。やってみろ。かかってこい。お前死ぬね。ちいけんな。やだ。待ちかまくぜ。してみろ。よし。さあ怖いの。え、おわおわ見てなさい。ほら来いよ。なんとかしねえとな。ぶっ飛ばしてやる。なめんなよ。殺されたいらしいね。台湾湾だ。あや。なめないでくれ。かかってこいよ。ほら来いよ。よかま。お前死ぬね。よし。こうだよ。私をバカにしそうだ。ちょっとね。見せるね。してみろ。どちらまで行かれますか？そうですか。また。やる校長だ。
いらっしゃいませ。お。ありがとうございました。 Thank you.
気出せよ。やめんな。やめんな。小動作希望。どこに連れてくんのよ。ん？おお、それもそうだな。すまん、すぐ出る。でも中ってこうなってるんだ。やっぱり個室少ないわね。それは男子トイレだからな。漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、待ってる時間が永遠にも感じるよね。そんな時に出てくる人がいると神に見えるぜ。本当、まさに神頼みね。Oh.
しゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとう。腰が張るぜ。
また。
おい。ああ。ん？ちょっと。よ。4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねません。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。
俺たちは誓って札でも入管でもねえ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はぁ？当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ、疑うっていうの？いえそういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる、早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった、無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。おう。へえ。おう。誰もいねえのか？なんか用すか？バットを直してくれるって聞いてきたんだけど。はい、サワスミレス。こう見えても一応ここの工場長なんすけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 ！
ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工冥利につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃよっしゃい。めっちゃいい感じ。よっと、よっしゃー、できたすげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。すげえ、新品みてえにピカッこれから。ありがとう。そういや、あんまり今のそれに遊んでだから、そうでもこの子そんな、そろそろもう、あのよ、こんえ、まあでもカスカスがバットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせ。ああ分かった。絶好調だ。このご恩は必ず返しますんで。ガンガンいけるぜ。
ら来いよ。どうした？ほらほら。なめんなよ。やってみろ。こっち見ろよ。ほら来いよ。なめんなよ。どうした？
調万全だぜ。わかった。調子いいぜ。いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手は。どうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。VIP 席から指名受けてそっちに着いたわよ。 VIP 席？ほら奥にある部屋。あの子中華系なんて言ってたけど本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜそんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？ VIP ルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いからみんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。
特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子があてがわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。サッちゃん大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって。バカか、ない。でも、ここです。そ、待て、俺はまず…いや、じゃ、そしたてめえ…でも…あのか…おい、お前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ裂きにして横浜港に捨てちまえ。ブース。後悔するんじゃねえぞ。ああ、来いよ。私の番ね。やってみろ。嫌がれ。ほら来いよ。見てなさい。来いよ。やめんな、俺の番だな。舐めないでくれる？やってやるぞ。じゃあこれ取っておきだ。おい、来た。舐めんなよ。番のはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃチクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか？ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。
おめえを信用しろって。めんどくせえやつだな。よし、じゃあチクリ開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピンリューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何で？ソープランドの店長？なんで真渕さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろ。でもマジ確かに真渕さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おい、て、おめえだってラオマって呼ぶんじゃねえのか。いや、おら呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え？あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本だ。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシな方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けん。リューマン人そま、ま、死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も。あと俺なんかマブチさんと口も聞いたことない。じゃあ電話番号知ってる。嘘じゃねえよ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して。確かに。だっておめえリューマンの癖して。しょうがねえなこりゃ。まあいい。お前らどうせいつか俺だから。でまあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついに死も用はねえから、とっとと家に。な、俺の、ま、その中、ま、中国中華街の高級レストランだって、マブチさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか。すかい、だけど、つい、今や。ってことは、サイト？ハマ、そ、え、一回。バーカ。見下ろしはとんでもなく。よし。いや、でも。とはいえ、それに、ま、お前らなるほど。じゃあ。またあの人に頼むしかねえな。だな、あの人なら。高級だ。じゃあ決まりだな。明日の朝一にハロワに行って都合。よし、あのよ、うん、俺がホームレスから金を取り上げてたこと本当に、ま、マジで怖えんだよ。まぶしさま何度も言わせんなよ。大丈夫だ。本当に内緒にしてくれんなら借りだなんて。一番やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。ねえ、おい、わかった。
ください。逃げるなら今です。なめないでくれる？さあ、聞きなさい。うん、なめんじゃろうか。まだ。わあ。態度でかいね。来ます。ちょっと。逃げるなら今です。してみろ。こっちですよ。おやさんは。なめんなよ、ジャーク。どこだ？来なさい。とっておき。してみろ。こっちですよ。ほら。おい、来た。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え？何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか？実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし、帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜ、きっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。じゃあな。あのよ。あれ、忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、あの、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない、ありがとう。
て。まあそういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。知らなかった。偉人町にこんな場所があるなんて。おお、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい。ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。ん？私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。ちょっと、マジか。ねえ、なめんなよ。早く行くぞ。